ご褒美をあげたいところですが、その前にお知らせです。先ほど三日月宗近さんと連絡が取れました。おお、そりゃ朗報だね。確かここより北の任務に当たってたんだっけ。もしかして来る？そのようにお願いしておきました。鬼丸さんはご不満ですか？別に、ただあまり指示を出されすぎても切りにくい。私は自由にスッパスパと戦いたい。はい、天が御剣の一人です。向こうはチャタンナキリさんの他に彼岸御将が2体もいますから、念には念をと思いまして。上泉さんたちにとってもいろいろと学ぶことが多いミツルギかと。鬼丸や道士切り先輩とはまた違った。道士切りお姉さんね。ところで千代金丸、さっきから気になってたんだけど、そのお豆腐みたいなの何？いいところに気がついたさ、道士切り。これはうちのあの伝統的な保存食、豆腐用さ。常温で数年放っておいても大丈夫だし、熟成されればされるほどねっとりしてて、一平回さんど。いいねいいね、私が作ったおにぎりと交換しない？鬼様決定。